いやー、なんだかんだ4年目に入ってさ、4月はもう毎週ゲロ吐きそうな気分だったけどさ、気がつけばワンクール終わってたのな。苦しみもがいているうちにいつの間にか道は進んでる。ある駅から家までうんこが回して泣きそうだったけど、なんとか商店街は抜けた感じある。でもな、その商店街から先が長えんだよな。公園の前あたりで我慢できなくなって、もう公衆便所で済ませちゃおうかなっていう誘惑があるんだよ。いや、いいんだよ公衆便所に逃げても。でもさ、そこ乗り越えて我が家のシャワートイレにたどり着けるわけじゃん。なあシンパシー。え、銀さん、銀さんですよね。そうだよ、銀さんだよ。いや、つか何ですかこれ。え、何ですかこれって銀玉よ。いつもの時間のいつものチャンネル、いつもの銀玉ある。いや、なんかいつもと違いませんかこれ。っていうか実写ですよねこれ。いつの間に銀玉実写化してたんですか。でもアネキンかよ。あ、言ってなかったっけ、俺たちはアニメを超えたアニメになる。今週から実写版銀玉レボリューション愛はハリウッドを救うをお送りします。救わねえよこれじゃ。見事に集英社もろともタイタニック状態だよ。30分マネキンに喋らせてシュールなアニメの世界を送り届けるね。おお銀玉イキーね。いやだからこれもうアニメじゃないからね、ただのスチール写真だからねこれ。まあ要するにあれだ、いろいろ迂回ルートやってきたけど。あ、そうそう、まだ実写版やってなかったっけ。でスタッフの思いつきでやっちゃってるだけなわけよ。わかったかシンパチ。マジでか、てっきりバックには20th century box がついてると思ってた。あるなシンパチ。いやだからなんでわざわざ危ない橋渡ろうとするの、マジでおっかないから。そう固いこと言うなシンパチ。だからお前はいつまで経ってもシンパチ。ある、いい加減学習しろシンパチ。いやシンパチっていうか、なんで僕メガネだけ。はい、雨降ってきちゃったんで室内に移動します。どんだけ行き当たりばったりな撮影だよ。これから銀玉のアニメを作っているサンライズ第5スタジオにお邪魔するあるね。お邪魔だライセンス。おお、ここでアニメ銀玉が作られているんですね。なんか汚いところあるな。これが現代のカニ光線と言われている。言われてねえよ、人聞きの悪い。みんな本気にしたらどうすんの。変わんねえよ、ここは現代のカニ光線よ。キャンサービーム。キャンサーでもビームでもねえよ、本当に社長に怒られますよ。って、神楽ちゃん、何その頭の角は。アンテナね、私今日から地デジカ推進マスコットキャラクター地デジ神楽になったね。丸パクリじゃねえか。よし、それじゃあ銀さんも一肌脱いじゃうよ。脱ぐな。なんだよこの絵面、テレビで放送していいレベルじゃないよ。それでは今日の本題いきます。2011年7月までに現在のアナログ放送は終了し、地上デジタル放送に完全移行します。それ以降はアナログテレビはデジタルチューナーなどを取り付けなければ視聴できなくなります。異常ある。え、終わりっていうかこれただの地デジ告知だよね。だっちゃくちゅう。なんでこんな時期に風邪ひかなきゃなんねんだよ。世の中の流れに逆らってるよもう完全に。なんだけ俺の体は15の夜なんだよ。盗んだバイクで走り出しちゃってんだよ。こんにちは、大丈夫ですか銀さん。まったく、こんな時期に風邪ひくなんてどうしちゃったんですか。知らねえよ、勝手に俺の体がどこかで病原菌という名のヒッチハイカーを拾ってきちゃっただけだよ。ほら、俺の体は人に優しいし。こっちに乗せ替えないでくださいよそのヒッチハイカー。とにかくこの時期の風邪は厄介ですからね。ちゃんと養生しないといつまでも良くならないですから。銀ちゃん、お粥できたある。よっ、これ食べて早く良くなる。ある。いや、それ食べたら違うとこ悪くなるよ。尋常じゃないでしょそのサイズ。お、仕方ない。ある、私がちょっと手伝ってあげるよ。自分が食べたいだけじゃねえか。なんかもう最悪だよ、だるくて全てどうでもいいよもう。何言ってるんですか銀さん、このくらいで。思い出してくださいよ、
あの新型インフルエンザの時の方が全然ひどかったじゃないですか。インフルエンザ？そうです、あの時に比べたらこんな風かわいいもんでしょ。そう、あの時の。現在江戸で大流行しているインフルエンザは、王日星から流れ込んだと思われる新型のウイルスとされておりまして、より一層の猛威を振るうと予想されます。皆さんもどうぞお気をつけください。姉上、入りますね。雪降ってきましたよ。こりゃ積もるかも。大丈夫ですか姉上、寒かったら言ってくださいね。おかゆ作ってきました。ちゃんと食べてよくなってくださいね。ありがとうしんちゃん。私もう大丈夫だから、お仕事行って。ああ大丈夫です。さっき連絡したら、もうお前も感染してるかもしんないから来んな病原菌って言われました。もう銀さんたら、しんちゃんを病原菌呼ばわりなんてひどいわ。きっと気を使ってくれたのね銀さんたち。なわけないでしょ、どうせ仕事なんてないんだし。今日は休みをもらいますよ。スマイルの方にも今日は休むって言っておきましたから、今日は一日中看病してあげますからね。でも本当にしんちゃんにも移っちゃったら大変だわ。大丈夫大丈夫、今度は姉上に看病してもらいますから。なんだかしんちゃん嬉しそう。え、いや、すいません、違うんです。ごめんなさい、姉上がこんな時に不謹慎ですよね。でも最近あんまりこんな風に二人で一緒にいられることはなかったから、すいません。もうしんちゃんたら。じゃあ今日だけはしんちゃんに甘えちゃおうかしら。わがまま聞いてくれる？あ、はい、何でも言ってください、僕何でも。あ、じゃあ僕水取り替えてきます。あ、走ると危ないわよ。すぐ戻ってくるので待っててくださいね。はい。風邪ひいちゃった。苦しい、頭が割れるよ。ある、おかゆを、おかゆを食べれば治る気がするね。いや、卵かゆだろう。卵を取りたかゆをたくあん付きじゃないと治らない気がする。なんでわざわざうちに来るんですか。調子悪いなら寝てればいいでしょう。何しに来たんですか。ずれねえこと言うなよ。俺たち二人とも動けねえんだぜ。いやば、あれだろ、ドラクエで戦闘中に麻痺しちまった遊び人のパーティーじゃん。遊び人って、自分たちのことを理解できてんのはいいですけど、遊び人だけで旅に出てる時点で脳内麻痺が起きてんでしょうが。最後の力振り絞ってここまで来たんだよ。看病するなら一人も二人も三人も変わんねえだろ。あとはよろしくメカドック。ってうち、教会でも宿屋でもないんですけど、普通に民家に泊まってもヒットポイントも状態異常も治りませんよ。体が熱くて死にそう。ある、苦しい、アイスクリームを、アイスクリームを食べれば治る気がするね。お前はさっきから食べることしか考えてねえだろ。しんちゃん、私も手伝うからみんなの分もおかゆ作りましょうか。いや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 、姉上は寝ててください、病人でしょ。でもこんな時に寝てなんかいられないわ。バケル、無理すんじゃねえ、料理なんてしたらお前落ちるぞ。俺たちがもっと自分を大切にしろ。そうね、アナゴは生きてさえいてくれればいいね。他に何も望まないある。二人とも、そんなに私のことを思ってくれていたの。もう、わかりました、僕がやればいいんでしょ。僕が三人まとめて看病すればいいんでしょ。もう、すいません。
4人まとめてでもいいですか？すいません、もう一人追加でお願いします。まさかここまでの感染力を持っていたとは。おたえさんを看病しに来たというのに逆に看病されることになるぞ。近藤勲、一生の不覚。でも金さんのウイルスに感染できて私幸せ。めちゃめちゃにすればいいじゃない。思う存分私をボロボロにしなさい、インフルエンザ。何言ってんだ。このウイルスはおたえさんのウイルス。俺を犯せ、タイフルエンザ。叫べ、キフルエンザ。叫べ、タイフルエンザ。むさぼれ、キフルエンザ。えぐれ、タイフルエンザ。やかましいわ。何が看病だ、変態ども。お前らただストーカーしてただけだろうが。なんで僕がストーカーの看病までしなきゃならねえんだ。落ち着け、新八君。風邪は人に移せば治ると古来から言われているだろう。俺はこの身を挺しておたえさんを救おうと。姉子、大丈夫あるか。どこが治ってんだ。よどんだ空気でさらに病状が悪化してんでしょうが。なんだってどいつもこいつもうちに集まってくるかな。ウイルス持ちがこんなに一箇所に固まったら治るもんも治りやしませんよ。いいのよ、しんちゃん。姉上。風邪をひいてる時って自分だけ不幸になったみたいで誰しも心細くなるものでしょ。こうして同じ病状の人が隣にいてくれるだけでなんだか少し心強いわ。何言ってるんですか、姉上。この人たちは違う病気なんです。根本的に生き方が病気なんです。そうよ、私は銀さんという名の病にかかってるの。死が二人を分かつまで離れられないの。何を。それなら俺はおたえさんという不治の病にかかっているのだ。死してもなお離れることがないほどにな。ちょっとは否定しろよ、お前ら。しんちゃん、いつもはいがみ合っているけど今日は病人同士、運命共同体みたいなものじゃない。一緒に頑張って風邪を克服しましょう。おたえさん、一緒に頑張りましょう。おたえさん、みんなで元気になってまたあの頃のように一緒に野原を駆け巡りましょう。そんな頃ありましたっけ。私、試してみたい民間療法があるんです。このネギを使った方法なんですけど。ああ、ネギには咳、痰を抑える効果があるらしいですからね。昔ガキの頃、母ちゃんに喉に巻かれたりしました。で、どうするんですか。おたえさん、あとどれくらいやればいいんですか。熱が下がってカチコチになるまでです。姉上、あの人死にますよ。これで少しはよどんだ空気が正常化したわ。でも空気がとっても乾燥してる。これじゃウイルスが大繁殖だわ。そうだ、お庭に水をまいておきましょう。あ、だいだ、雪が雨に変わりました。姉上、あの人本当に死にますよ。ちょっと、早くそこ閉めてよ、寒いじゃないのよ。寒気がずっと収まらないわ。なんだ、寒いのか。じゃあ一緒に寝てやろうか。え、寒い時は肌と肌で温め合うのが一番だろ。え、あ、ちょ、ま、キイさん、ま、待って、銀さん、ダメよ。うん、嫌じゃないけど、ダメよ、こんなの。だってこんなところで、みんな見てるじゃない。こんなの、こんなの。これ以上ウイルス持ち入れるんじゃねえぞ。あの、あれ僕の宝物なんですけど。これはものすごい量のウイルスが障子の隙間から。姉ちゃん、見舞いに来たよ。存在そのものがウイルスみたいなやつが来た。あれ、あれ、なんだ、銀さんたちも来てたんだ。なんだよ、みんなして仲良く風邪か。まったく。
やわな奴らだな。俺なんて路上生活してるからこの通りだ。この通りだ。地吐いたよ。もうすでに風と呼べるレベルじゃねえよこれ。この通り。ピンピンさ、ほとんど裸で暮らしてんのに全然寒さなんか感じないんだよな。ウイルス着こなしてる。この冬ウイルスで決めちゃってるよ。これつまらないものなんだけど、みんなで食べて元気出してよ。名古屋名物の。微妙にウイローじゃねえ、ただの嫌がらせじゃねえか。気持ちはありがたく受け取っとくから、さっさと帰れ。具合悪くなってきた。そう言うなよ。今日ズラッチも見舞いに来るって言ってたからさ、みんなで話そうぜ。え、カツラさんが？ちょっともう勘弁してくださいよ。これ以上ウイルス持ち込まないでください。大丈夫だ。ずらー見えて俺より頑丈だ。風邪なんか引くやつじゃねえ。そうかもしれませんが、よく考えてください銀さん。ここには近藤さんがいるんですよ。カツラさんと鉢合わせしたら厄介じゃないですかこれ。いやー聞いてます、これ聞いてますよ。お父さん、体よりむしろ精神的に効いてます。一瞬人間の尊厳忘れそうになりましたからね。あら、近藤さんにも人間の尊厳なんてものがあったなんてびっくりだわ。とにかく今は桂さんに来てもらっちゃまずいですよ。確かにそうかもな。頼もう。しまった、遅かった。おい来た、おいこっちだこっち。ズラッチ。ズラッチじゃない、ウイルスミスだ。ウイルスどころかウイルスミスになってますけど、完全にやられてるじゃないですか。だってウイルスミスだもの、ウイルスそのものだよ。つうかウイルスミスって誰。貴様ら揃いも揃って風なんぞにかかりよって全く情けない。イエスウィーキャン。どこの大統領だよ。イエスウィーキャンって言ったよ。キャラすげえ適当だよ。完全に間違ってるよ。日頃からたるんだ生活を送っているからウイルスなどにつけ込まれるんだ。イエスウィーキャン。ウイルスになってる奴に言われたくねえよ。揺らぐことのない精神を持つことが風邪の予防になるのだ。キャンユーセレブレイト。しりとり、しりとりになってんの。まああの顔ならハンゴリラにバレる心配もねえんじゃねえの。そうですね。あれでもおかしいな、ウイルスそのものになるほど感染してるのに全然カツラさん元気ですよ。それに全くウイルスがまとわりついてない。あ、おい、あれ見ろ。あれは長谷川さんのウイルスがみるみる消えていく。まさか、あれは長谷川さんのウイルスをカツラさんが吸収している。そうか。ズラの野郎、今まで風邪一つ引かなかったのはウイルスを寄せ付けない体質だからだと思っていたが、むしろその逆、奴はウイルスを極度に寄せ集めやすい体質、故にウイルスに対する耐性が強まり風邪を引くことがなかったんだ。ウイルスミスにまでなったのもそのせい。ということはつまり、体がラップになっていくある。これはすごい、みんなの風邪を瞬く間に治してしまった。これはまるで Yes, we can。 メシア、僕らをウイルスから救うため天から使わされたメシアだ。カツラさん、いやウイルスミス、あんたも役に立つことがあったんだね。おたえた、聞きましたネギ、熱が嘘のように下がりました。すごいや、やっぱりおたえさんはすごいよ。みんなも早くやってみるといい。ほら、あれは今まで溜め込んでいたウイルスが熱から出していく。なんだ夢か。ああよかった。Yes, we can。あれは辛かったですよね。ね。えよ、
なんだその強引な回想は。なんで回想がオープニングから始まってエンディングで終わるんだよ。途中の CM までお前の回想、回想の入りと終わり間違ってない。仕方ないね。今回の原作ジャンプに載ってても2月だもん。第10号だもん。ぶっちゃけてんじゃねえ焼き直んな。つーか強引すぎるだろうが。いやーよかったよかった。とりあえず今週もなんとかなったな。この調子ならあっという間に4年目も走り切れそうな気がするね。ダメだぞカグラ、まだワンクール。ここで気抜いてたら我が家のシャワートイレまでたどり着けないぞ。あと3クールも持ちそうにないある。もういいある、ここでするね。だからなんで僕メガネだけ。